皆さんこんにちは、おいしい引き出しの英子です。今日は前回に引き続きセリアさんのパウンドケーキ型で可愛いサイズのミニチョコ食パンを作ります。もうすぐバレンタインということでチョコレートのパンレシピを考えていたんですが、ある日この成形を発見したので試してみたところ、想像以上に可愛くできました。ご覧の通りしっとりふわふわできめの細かいココア生地にチョコチップをたっぷり入れたら味見が止まらない美味しさ。バレンタインじゃなくても作りたくなる超おすすめレシピです。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それでは生地作りスタートです。材料紹介です。強力粉、ココアパウダー、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯、無塩バター、そして牛乳。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。40度くらいのぬるま湯、そこに分量の中から砂糖を1つまみ、だいたい 1g くらいです。そこにイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしてブクブクと発酵してくるまでこのまま10分から15分くらい室温に放置します。ちなみにただいまの室温は22度です。次に粉類を合わせます。強力粉、予備発酵に使った残りの砂糖、塩、ココアパウダー、空気を含ませるようによく混ぜ合わせておきます。はい、10分ほど経過してイーストの予備発酵が終了しました。このようにブクブクに発酵しています。これをくるくると回転させながら生地を作るボウルにジャッと移します。30度から35度くらいに温めた牛乳を加えます。牛乳の温度は季節によって変わります。春と秋は30度くらい、冬は35度くらい、夏は常温か冷たいものを使います。ここに先ほど合わせた粉類を半分くらい加えます。少しずつ加えてその都度よく混ぜるようにすると混ぜやすいと思います。粉が半分ほど入って生地の状態はこんな感じです。このように滑らかになればこれで OK です。蓋をしてまた10分室温に置いておきます。はい、10分経ちました。ではここに無塩バターを加えます。無塩バターは室温に出すか電子レンジで少しずつ加熱してこのように柔らかくしたものを使います。バターを軽くなじませます。この後ハムスター混ぜでよく混ぜますのでこのくらいの塊があっても大丈夫です。では残りの粉を全部加えます。最初はぐるぐる、その後切るようによく混ぜます。ヘラでボウルの周りを一周ぐるっとして粉をこそげ取ってそれで切るように混ぜています。全体に水分が回ったらハムスター混ぜ1分間、容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。はい、1分ほど混ぜると生地の状態はこんな感じです。硬いなと感じるときは少しずつ常温の水を足して水分調整するようにしてください。ではボウルの周りをきれいにします。ヘラについた生地もきれいに落とします。そしたら下から上へ返すように生地の表面を整えます。だいたい20回ぐらい返します。これで OK。 蓋をして30度から35度くらいの温かいところに20分置いておきます。私はいつものように熱いお湯を入れたカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。はい、20分経ちました。20分経ったことで水和が進んで生地がこのように伸びるようになっています。それでは1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませます。
ひっくり返してポンポンして20回ほど折りたたみます。伸ばして、切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。向きを変えて伸ばして、切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。これを繰り返します。はい、20回ほど伸ばして折りたたんだら、生地の表面を張らせるように整えます。蓋をして、また20分暖かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。それでは2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。今日はパンチ3回です。2回目と3回目のパンチは伸びにくいので、伸びにくかったら5、6回で OK です。生地の表面を張らせるように整えます。蓋をして20分オーブンの庫内に入れておきたいと思います。はい、20分経ちました。では3回目のパンチを行います。ひっくり返してポンポンして5、6回折りたたみます。表面を張らせるように整えたら、2倍になったのが分かりやすいように平らにならします。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで、30度から35度くらいの暖かいところで一時発酵させます。引き続きオーブンの中に入れておきたいと思います。はい、一時発酵が終了しました。生地の状態はこんな感じ。2倍くらいの大きさになるのに今日は35分ほどかかりました。では生地の重さを測ります。 320g でした。軽くガスを抜いて、今日は2分割、1つ 160g に重さを揃えます。はい、同じ重さに揃えました。では丸めます。生地の表面を張らせるように丸めます。この時底はしっかり閉じなくても大丈夫。固く絞った濡れ布巾をかぶせて15分ほどベンチタイムを取ります。はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶします。軽くガスを抜いて手で少し広げます。そして綿棒で伸ばします。綿棒は中心から上、中心から下へ少しずつ伸ばします。ひっくり返して綺麗な面を下にしました。大きさの目安は横が10センチ、縦が20センチぐらいです。横がカードの短い方の長さ、そして縦がカード2枚分、こんな感じで OK です。ここにチョコチップを散らします。今日はチョコチップ 40g 用意して、1つに 20g ずつ乗せていきます。このチョコチップの量はお好みです。巻き終わりのこの部分は1センチか 1.5 センチぐらい開けておきます。あとはまんべんなくチョコチップを散らして、少しね押さえてなじませます。では巻いていきます。まず最初は芯を作ります。1センチぐらい折りますね。そしたらちょっとここを引っ張りながら巻き込んでいく。ちょっとだけ引っ張りながら巻き込んでいく。このようにすると中に空気を入れないで巻くことができます。ここを少し張らせるような感じですね。あとはゆるゆるゆるっと巻いて、
巻き終わりはつまんで閉じます。両端もつまんで閉じます。で、形を整えて、これで出来上がり。はい、2本同じものができました。こんな感じで重ねます。そしてねじねじ、巻き終わりが下になるようにしてねじねじ。で、この3つ山ができる感じ、こんな感じにします。で、両端はしっかりとこうつまんで閉じておきます。はい、型にオーブンシートを敷いておきました。このオーブンシートの敷き方は前回のミニバター食パンの時に説明していますので、よろしかったら参考にしてみてください。では、この中に生地を入れていきます。上から少し押してなじませます。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で30分ぐらいから様子を見たいと思います。この生地の高いところが型から4センチぐらい出るまで、そのくらいを目安に発酵させます。乾燥していたら霧吹きで表面を湿らせます。乾いた布巾をかぶせて発酵させます。それでは行ってきます。はい、最終発酵が終了しました。35分でこのくらいの大きさになりました。一番高いところが型から4センチぐらい出ています。オーブンは天板も一緒に190度に予熱をスタートしています。牛乳を塗っていきます。牛乳はツヤ出しのために塗っています。この後にのせるアーモンドスライスの接着剤の代わりにもなります。この斜めの3つの山が何とも言えない可愛いフォルムですよね。では最後にアーモンドスライスを散らします。アーモンドスライスはね、私が好きなのでのせていますが、お好みで省略しても OK です。はい、では予熱が完了しましたので、180度で22分から25分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。180度で24分焼きました。途中でアルミホイルをかぶせました。はい、これで完成です。パウンド型で焼くミニサイズのチョコ食パンはいかがでしたか？キメが細かくしっとりふわふわのココア生地にたっぷりのチョコチップ、そして可愛い成形も超おすすめです。次の日も柔らかいのでプレゼントにもぴったり。今年のバレンタインにぜひ作ってみてくださいね。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。美味しそうだな、作ってみたいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。